シェイクスピア級共同駆逐艦はイギリス海軍の共同駆逐艦の艦ソーニクロフト型と称されることもある。イギリス海軍では1913年度より駆逐艦をもとに大型化した共同駆逐艦を建造し、水雷戦隊の指揮艦として配してきた。これらの搭載法は、 同世代の駆逐艦と同じ40口径 10.2cm 砲で駆逐艦が3門搭載しているのに対して4門、搭載することで火力の強化を図っていた。しかし1916年4月、ドイツ帝国海軍の新しい大型水雷艇が 12.7cm 砲を搭載するという情報がもたらされた。これに対抗するため、V W 級駆逐艦を指揮するための1916年度の共同駆逐艦では方向火力の強化が施行されることになった。これによって建造されたのが本級である。船体の基本的な寸法はマークスマン級やアンザック級と同様であるが、太さと高さが等しい扁平な日本円突としており、重兵装が相まって非常に印象的な艦姿となった。 また大型の船体で36ノットの速力を実現するため、機関部容積が増大している。また従来の共同駆逐艦が3軸推進艦であったのに対し、本級以降、駆逐艦時を同じくして2軸推進艦となった。ボイラーは、ヤーロー式重油栓掃水艦ボイラー、手機はブラウンカーチス式オールギアードタービンを採用した。上記の経緯より、本級では、 艦砲の代行経過が施行された。イギリス海軍ではまずスウィフト及び F9 バイキングで45口径15.2センチ砲の搭載が試みられたが、これは不調であった。このため、本級では野砲を転用した45口径12センチメートル砲が採用されることとなった。戦手楼艦班と艦尾艦班にそれぞれ背負う意識に単装砲がを2機ずつ搭載。 煙突艦のプラットフォームに3番砲を設置した。なお砲立ての後方が解放されていることから、1.4番砲の方位を2.3番砲の爆風から守るため、2.3番砲を課しているプラットフォームには、ブラストスクリーンが設置された。なお本級では、機船長9フィートの即居儀を設置して、射撃式の効率化を図っている。また、対空兵器としては、 従来の艦と同様の39口径 40mm 広角機銃に加えて45口径 7.6cm 広角砲を搭載した。水雷兵装も強化されており、従来の駆逐艦、共同駆逐艦の 53.3cm 連装魚雷発射艦に変えて本級では指揮下に入る予定の v w 級と同じ3連装発射艦を搭載した。 ありがとうございます。